お、なんか出てきそう。こいつは煙幕か。匂いが変も、これただの煙じゃないもん。煙の中から。見たな、この動き見たな。時と同じだってのか。でもこいつらはアグネスの兵士だぞ。わからない、なんでこの戦法を。本当に軍務長なのか。厄介だよこいつは。どっから襲われるか分かったもんじゃねえ。水だ。水？ああ。ここの地下には水脈がある。そこから外へと出られる。逃げられるってこと？太陽、決めろ！俺はお前の判断を信じる。逃げるしかない。今はそれが最善と僕は判断する。そうと決まれば急ぐぜ。案内しろ。了解だ。多いって敵、まだ多すぎるって。ここだ。来たよ。見えないけどすごい数だってわかる。飛び込むぞ。息を目いっぱい溜めろ。ここってどんなところなんだろう。ほい、ほい、初めて見る場所だ。ウェーイ。あの装備じゃ追ってこれないみたいだな。今2時50分。これで一安心だね。今配信して4時間、コメントはゼロ。あと1時間ぐらいかな。5時間配信すれば、5時間配信で十分かな。ほい、ここはどこだ。なんだここ。え、なになになに、なんか出てきた。でけえ。でけえ。
いや、でかすぎるて。こんな少人数のメンバーにきつぎやって、団体さんで。いや、どんだけ戦力注いでんねん。全力すぎるやろ。来た。やはり、イスルギ軍務長。久しぶりだな、タイオン。あいつ。やはりあなたも、ウロボロスの。僕たちの抹殺を命令されているんですか。少し違うな。え、気づいているんだろう。この作戦はあの時と同じだ。ナミが死んだあの時と。お前ならこのルートを選択すると思っていた。だからこうして待ち受けていたんだ。わざわざあの時と同じ状況を再現してな。どうしてそんなこと。理由？そうだな、あえて言うなら、今一度核を知らしめ、思い知らせ、絶望させるためだ。お前の心を、お前たらしめている全てを足元から粉砕するために。これは復讐だ。志半ばで死に追いやられたナミの怨嗟だ。お前自身の過去が今のお前を断罪するんだよ。ナミがお前に託したものだろう。そのまま持っていろ。僕のせいです。僕が意地を張ったから。もっと慎重な作戦を提示していれば、そのせいで作戦課長は、ナミさんは。僕には重すぎます。資格がない。僕のせいなんですね。誰よりも優しかった軍務長にナミさんの命を奪った敵の戦法を使わせてしまったのは、そこまでしてこの僕を殺そうと、そう決意させてしまったのは。その通りだ、タイオン。過去は人を狂わすんだよ。お前たちにも聞かせてやる、ナミの怨嗟の声を。でかエネミーの設置物の範囲は赤いラインです。どういう判定これ。僕はもう仲間を死なせたりしない。これやばいよ。敵が離れちまった。僕が相手に。ありがとう。まあ、正面しかおったかんのか。ここおるか。勝ったぜ。勝った。いい加減、しぶといぞ。あんま強くなかった。あんま強くないな。
イスルギ軍務長、もうやめてください。太陽は、なになになに、また来た、また何？なになになに、あ、そういうこと、逆かってことか。何？体温バッカー側のやばパワーパワー、幻だと。しやがって、ねえ、こうなったら幻影者とも全て吹き飛ばしてやる。あんなの俺だって防ぎきれねえ。お、来るんか。太陽はウロボロスに慣れた。私だってラズ、ついてきて。なんだって？いいから早く。お、終わりだ太陽。太陽もみんなもあんたなんかに絶対にやらせない。来た。勘がいいだ、ランズ。なんで止める？こいつが出しゃばりさえしなければ。お前を守りたかったんだ。もういい。喧嘩はやめて。ねえ、なんでこんな当たんなきゃ意味ねえだろ。私サンクの2は一応はじめましてかな。来た。お、女性型でも脳筋。いやいやいや、どんなパワーしてんの。振り返った。雑雑雑雑雑雑、いや雑雑ザついて、お、来るか。ひどけ、破壊しましょう。かかる火の粉、振り払う。どうにもならないときは諦めろ。最善を考えて、全力を尽くす。死んだ人は何も思わない。お、何も語らない。マジ？泣くな、ランツ。泣いたってたまらない。訓練の成績だって誰よりも良かったはずです。
おお、フィギュアスケート。一発で決めて。そのつもりだ。かっけえ。やっぱこのホールも一番かっこいい。てかあの姿になったら一瞬だけやんけ。一番使ってないやん。もうやめてください、軍務長。僕たちはあなたと戦う理由がない。それでも命が欲しいと言うなら僕のをあげます。太陽、それであなたの気が済むなら、ナミさんの恨みが晴れるなら、僕はえ、あ、無長が泥んこになったもん。ないないない。出た、またお前か。感情がわかるかい？その声。え？久しぶり。忘れてた。懐かしい。そういう時間を感じる言葉って、10年そこそこの一生じゃ、所詮言葉でしかないよね。実感がない。でもね、まさか。え、マジで言ってんの？一切気づかへんかったけど。え、声。ユウに。マジ？声。リク。え、嘘やん。ランツ。今の僕は感動的ですらあるんだ。嘘やん。ヨラン、本当に泣きたいくらいだよ。ヨラン、お前。ヨラン、知っているの？いえ、知ってる。そう、ヨラン、あの瓦礫と炎の中、アグネスとの戦闘で死んだ昔の仲間。みんな知ってる、みんな知ってるもんな。本当なのか。え、そんなことが。どういうこと。あの記憶が間違いでない限り、ノア、ヨラン、お前あのヨランなのか。生きていたのか。生きていた。え違うね。死んだんだよ僕は、あの時。フィオルン、だからこうしていられる。フィオルンポジ、キシンヘリ。僕の名はジェイ。なりましたみたいな。僕はメビウスになったんだ。メビウスだって。ヨラン、おかげでこの力を手に入れた。僕はね、人の記憶を泥人形に移し替えることができるんだ。泥人形に移し替えるだって。嫌だ。俺を戻そう。
たくない。こんなところで死にたくない。だから嫌だって言ったんだ。なのに無理やり。ひどいよ、私たちだけを戦わせて。体は泥でも思いは本人そのものさ。心がないから明け透けの言葉で語るけどね。ヨラ、本当言うとね、こんな雑魚たちじゃなくてノアやユイミやランツを人形にしたかったんだ。その涼やかな顔からどんな言葉が出てくるのか聞きたかったな。君らがウロボロスでなけりゃな。お前そんなやつじゃなかっただろ。どうしちまったんだよ。僕の何を知ってたっていうの。何も知らないくせに。これが僕なんだよユーニ。この曲がやばいな。やっぱこう来るな。本当の僕だ。隠す必要なんてない。ありのままでいいんだ。メビウスになって僕は絶好調なのさ。だから感じてよ、僕の喜びを、僕のこの高まりを。うわ、ウロボ来た。この曲出た。ウロボロス戦の曲。ウロボロス戦、メビウス戦か。ウロボロスオーダー。チェーンアタック中にインタリングの対になるキャラクター両方オーダー。え、インタリング、え、チェーンアタック中にインタリングの対になるキャラクター両方のオーダーを達成すると、ほうほうほう、開幕ウロボロスオーダー、チェーンアタック開始時にインタリングレベル3まで上げた状態だと初回からウロボロス終了せずに。ウロボロスオーダーのメリット。ウロボロスオーダーを選択すると行動済みのパーティーメンバーが全員復活します。またオーダー選択時にチェーンゲージが減らず、ケビス、アグネス両勢力に属するのでボーナス TP を獲得します。ウロボロススイッチ、インターニング中に上を押すとパートナーのウロボロスボディが切り替えれます。むずい。これで切り替えれるのか。なるほどね。
早く。クールか、クールか。クラはね、ポインタリングが早く温まってくれ。頼む。今起こしてくれ。頼む。ダメだ。死んだ。強い。強すぎる。死んだ。あった。あ、全員回復死んだ。回復全員死んだ。はい、死んだ。全員死んだ。全員死んだ。着いた。まあそう。出た出た。こんな普通に出てくんねや。英雄のご帰還だ。
よくやったゼオ。今までどこに？ちょっとした特等席にな。なかなか興味深い鑑賞ができた。どういう意味だ？これは失敬。お前たちに芸術の概念はないのだったな。先だってのくだらん戦いよりはるかにいい見せ物だったと言った。コロニーのランクアップも視野に入るだろう。くだらん戦いをした記憶はない。ウジどもが湧いただろう。任務中にアグヌスと通じた挙句脱走した抱きすべきゴミ虫が実に深い。恥ずべき汚点。無駄死にした兵どもも含めてだ。くだらんという表現すら生ぬるい。無駄死にって。俺たちを敵視するのはわかる。でも仲間が死んでんだぜ。ムンバだってあの時それを。わめくなゴミ虫。先の戦いで消耗したろ。喜べ。じっくりといたぶりつぶしてやる。どういうつもりだ。兵に戦えというだけで何もしなかった貴様と、リスクを承知で火星に来た反逆者、どちらを信じると思う。黙れ。あてつくなど許さん。こい。行け、ノア。いない。ゴミ虫。どこに？わからないか。出た。仲間の死にたかる牛。それが貴様だ。やったー、破壊者。やったぜ。俺たちは行きたい。そのために戦う。こいつちゃうの。覚悟はいいな。姿勢感 B。 こいつは B なんか。おのれ。反逆者は皆殺しだ。ゼオン来た。またこの曲か。ああ行くぞ。かませなんで、こいつは。あいつの方がよっぽど強かったから。こいつはもうかませなんで適当にやります。ボコボコにしたろ。24になってる。ええみたいなもんや。様の思い通りにはさせん。はい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 。なんか、
はい、何も変わらない。この先に待つのは未来ではないぞ。苦難と絶望だ。おい、カタ、だとしても受けて立つさ。説明してもらえるか、軍務長。失政官は化け物、日時計はぶっ壊れ、食糧問題も未解決のまま。結局俺たちのやってきたことは成果はあった。望んだ形とは違ったが、みんな聞いてくれ。冗談だろ。それじゃ俺たちは騙されて。そういうことになる。だからこそ今は知る努力をするべきだ。俺たち自身のこと、このコロニーの外にあるもの。簡単に言うなよ。何があるかわからないんだぞ。それでもどんな結果に転ぶかは自分次第で変えられる。そう信じる。俺たちも協力する。また受け入れてもらいたいからじゃない。ただみんなが生きていくために俺たちにもできることをさせてほしい。不安な気持ちもあるだろうが、どうかチャンスをくれないか。理解が追いつかないことは正直あるが、ま、善処してみよう。そうだね。軍務長がここまで言うってなかなかないし、ムンバが生きてたら協力するって言うと思うから。みんな、俺は認めないからな。何が正しくて間違ってるか決めるのは俺だ、あんたじゃない。証明するよ。軍務長にふさわしいのは俺だって。行こうぜ。ひでえ言われようだな。あれでコロニーのことを憂いている。返すなら心配いらないさ。んで、この先どうすんだ。まずは食料問題を解決したい。つっても変遷するしかないよな。近場にねえから困ってんだし。確かに今まではそうだった。だから逆を試そうと思う。逆？畑を作るんだ。自分たちの食料は自分たちで確保する。畑って標本に載ってたあれか。食料が不足した際は土を掘り、平干し大根を植える。よく知ってんな。当然だ。そうか、命の日時計を維持しながら作物を作るのは難しかったけど。ああ、状況は変わった。挑戦するんだね。手探りだがやる価値はある。なら植生の観察から始めるといい。この土地で生きたいのは植物も同じだ。きっと得るものがある。なるほどな。やってみるよ。それと今後俺の力が必要な時はいつでも言ってくれ。やった、仲間になった。それは助かるけど、本当にいいのか。何かを変えたいと願うならまず自分が変わる。
そう言ったのはノアだろ。けど私たちといるのはよく思わない奴もいる。俺がどう見られるかは問題じゃない。軍務長として必要と思ったことをするだけだ。ゼオンはやっぱり変わらないな。皮肉か、この流れで。違うよ。てかずっと雨降ってんだけど。昔も今も俺たちの自慢の仲間だなって。っていうかずっと降ってる。口が上手くなったな。なるほど、確かに人は変わるらしい。なんだよそれ。勇気をもらった、ありがとう。俺もだよ。やったー、クリアした。やだー、いらっしゃい。信じてみよう。いらっしゃいゼヨン。ノア、ゼヨン、ディフェンダーか。やったーぜー。関係が変わったみたいな。